こんにちは、ケンチです。山本です。今回今ね、静岡県の西伊豆の雲見音キャンプ場というところに来てるんですけど、こちらですごい今日台風の次の日ですげえ風が強いんですよ。やばいね。で、なんか風が強い日は普通のテントっていうよりもワンポールテントの方が強いでしょ。まあそうだね。山本が持ってるギアの中でおすすめのギア、ワンポールテントがあるみたいなのちょっと紹介お願いします。いいですか。はい、これです。重たいんですよ。天幕、テントマークデザインの、サーカス TC。 これワンポールテントなんですけど、何がいいかってこれ立てやすい。もうね、立てやすいし、まあその風も強いし、いいんだよね。まあ、どこがいいのか分かんないからちょっと作っていく。そうだね、作っていきましょう。作っていく、いきましょう。はい、お願いします。まずは、サーカスに付属してるこのガイドでケグ打ちしていくんだけど、これがまたねいいんですよ。これがいいところってこのガイドでまずこれを打ち込んじゃうんだけど、ハンマーハンマー、五角形になってる。そうそうそう。で、ある程度その場所を決めて、このガイドの位置を決めていくんだけど、ここだと多分タープと重なっちゃうんで、もうちょいこっちないかな。ここら辺に作っていきましょうか。で、中心のところにまずペグ打ってもらって固定してもらう。こいつも固定するんだ。そうそう、地面固全然全然入んない。入んない。あ、入らない。あ、固定してもらって、で、まあ入り口をどっちにしようかとか。これで、あ、なるほど。これが、これで入り口が決まってくる。そうそう、五角形の位置が決まるから、向こう側に入り口作ったりだ。今日はそっちにタープがあるからあれだね。そうそう、こっちに作っていきます。で、どうするの。で、これに合わせて、中心に作ってもらって、ペグを5箇所作ってるだけなんだよ。あ、ここにこのそれぞれ角に合わせてやってくるんだ。これを5箇所、ちょっとそこ風強いから押さえててもらってもいいですか。これ、本場で長さを測ってバッチリの場所と角度にペグが打てると。そうそうそう、これもうめちゃくちゃ優れものだから。結構そういうのない、ないんだ。ないことが多いんじゃないかな。これ結構画期的なの。そうですね、 DOD のテントワンポールテント2つも知ってますけど、両方ともそのガイドもないですね。これはもう結構ね、感じていっちゃうんだけど、で、立てなきゃいけないんだよね。なるほどね。ちょっと建築も打ちます。疲れたの。疲れたな。いや、頑張ります。いいよ。これをこっち側に向けてもらって、角度は？角度ちょっと斜め。こんな感じ。そうそうそう。いいですね、いいですね。入れすぎ、入れすぎ。こんなぐらいで。あ、ギリギリ消そう。オッケー。はい。で、次が、あ、確かにね。これこれだったらね、初めてでも全然わかる。そう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 。多少誤差があっても平気なぐらいなんだ。そうすると、こう、まあ張りの、なんだろう、ちょっと波打ちとか。やらけえけど大丈夫かな。風強いから怖いね。そう、今日すげえ風強いからね。台風だったからね、この前。ちょっと前でしょ、大丈夫か。この辺をちょっと固めとけば。ちなみに今日、我々、オリオンズだもんね。そう。それミリオンって言わないと。ミリオンって言うの。これがセンターポール。これまたね、ぶっといんですよ、センターポールが。本当だ。これね、中にあれが、あれがいる。結構な長さになりそうだ。なるよ。これ何人用？このテント自体ね、3から4ぐらいかな。あ、そんなに多くないんだ。そうだね。で、切ってもらって、これは外して。あ、そいつはもう撤収なんだ。そうそうそう、最初のガイドをしてくれたら撤収です。
なるほどなるほど。でこの後ちょっと膜をテグに引っ掛けていきます、うん、じゃあちょっとタイムラプスでやるかそこは。あ、いいね、うん、デーンって立ち上がるから、うん、もうすぐ立ち上がっちゃうからね。できた。今何、3分30秒ぐらいで立ってるすごいでしょ、早いでしょ。もうとりあえず真ん中にやって、うん、さ周り打ってでくっつけてポール立てるだけ。早いでしょ。早い、ね、全部入れても本当に10分かかんないぐらいでできちゃう、うん、今日はちょっと風が強いからより強化していくためにエゴ張るけど、ね、普段風がない時だったらこれだけで。俺はもうこれで、うん、寝ちゃう、まあちゃんとつけた方がもちろんいいんだけど、うんうんうん、全然それでも強いから、うん、おすすめ。これいくらするの？これね、3万〜4万。そのぐらい。そうそう、結構リーズナブルなんだね。そう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 。タープっていうか普通のキャンプなんだ、バーベキューに使ってもいい感じだね、これだったら。あの上にベンチレーションもあるからさ、うん、まあそうだね、まあ、この程度だったら僕も初めてやったけど、うん、簡単にできるし。簡単でしょ。でしかもなんか初心者でも手が出しやすい金額で。そうだね、丈夫なの割と。丈夫丈夫、うん、年間これを50日ぐらい貼ってる人とかいるんだよマジで。もう色が違うもん、そういう人日焼けしちゃって日焼けしちゃってでもね、まあ、そんな人におすすめですね。そうそう、かっこよくてね。ヤマトはいろんなテント持ってるんだけど、今回このワンポールテント で、うん、で前やった時は赤いレガロだっけ。ああ、ウィグロ。ウィグロ全然違う。ウィグロのあれもね、風に結構強くてね。ね、あれもワンポールでテントでしょ。一応そうだね、うん、うん、そっかそっか。ワンポール好きなんだよ。なるほどね。まあそんな感じでね、まあ、これ以外にもいっぱい紹介してきたギアとかがあるので、うん、ぜひ高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。お願いします。 See you!